C の公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。 C の代表の篠崎です。今日もよろしくお願いします。本日の動画は、夏の間ずっと短かったお客様を少し長さをキープした2ブロックに変えていく工程の動画になります。冒頭にありましたように、バリカンを丸く使えるかどうかっていうのはですね、今ここです。ここでですね、自然にこう丸くですね、頭皮に対して徐々にこう離れていくように丸く使えてるかどうかっていうのがですね、非常に重要になります。こんな感じに下から上に自然に頭皮から離していって、抜く感じですね。こういうふうに丸くバリカンが使えると非常に後が楽になります。なぜこういうことを動画で言ってるかというとですね、なんかフェードカットっていうと、下から上じゃなくて上から下にバリカンを入れるようなイメージを持ってる方が非常に多くて、それはですね、あくまでもここまで刈り上げますよっていう、こう目印がつけやすいから上から下に入れてるんですけども、このくらいの長さの時はですね、やっぱ下から上に入れていってバリカンを抜いた方がですね、その後のぼかしが非常に楽だと思います。短い方から2番目のアタッチメントをつけてカットをして、自然に丸くバリカンを抜いていって、今アタッチメントを取った状態で一番長い状態、それでですね、薄くしたい場所までをまずバリカンを入れていきます。ここですね、ここで上からバリカンを入れるイメージを持っている方が非常に多いんじゃないかなと思うんですけども、まあ、ここも下から上にスーッと抜いた方がその後のバリカンでぼかしやすいと思います。ウォールのレバーである程度長さの変化をつけてあげて、下の方は一番短い状態、上の方は長い状態っていうふうに今しています。長い状態で薄くしたいところまで入れて、後から下の方をやった方が簡単じゃないかなと思います。アタッチメントの一番短いやつをつけて、
先ほど入れたアタッチメントなしのところをぼかしている状態ですね。この組み合わせでボケる方はボケるんですけども、ボケない方はちょっと厳しい方もいるんですけども、ちょっとねやっぱりボケづらいので、後でハサミを少し入れることになると思います。ある程度フェードの部分が決まったら上を下ろして、上のベースカットをします。上の位置の長さをキープしているのでほとんど整えるぐらいなんですけど、1級分けにしていたので左右のバランスが全然違うんですね。なので、まあ、しょうがなく短いところに合わせているんですけれども、まあ本当はねあんまり聞きたくないんですけど、まあ、バランス合わせるためにしょうがないっていう感じで左右を合わせました。ここからセニングがスタートします。あんまりですね毛の量が多い方ではないので、量感をあんま取らずに毛先の整ったところを少しぼかす程度、要するに質感を、柔らかさを入れて質感を変えるというかね、質感を変えて柔らかくするというか、そういう感じのセニングの入れ方をしています。もちろん重いところは量感が取れないと軽くならないので、量感もしっかり取ります。特にこの後ろの部分ですね、ここは量感を取らないと、やっぱ重さのポテッとしたイメージがついてしまうので、量感をしっかり落としていきます。ここの部分はやはりシルエットを作る部分ですごく大切なところで、ちょっとねバリカンだけだとちょっと不十分というか、まあバリカンだけでやるのは不可能ですね。バリカンである程度丸さを持たせて入れた後に、やはり上をカットして、それでつながりをもう一度ですね、しっかりハサミとセーニングで作った方が美しいラインになるかなと思います。
耳の後ろの部分っていうのは非常に骨の出っ張りとかへこみとかがあってボケづらいとこではあるんですけども、そこの部分ですね、もっと細いコームを使って、まあ色の濃いところをつっついていくというかね、そういう作業をしています。終了になります。カットタイムは16分です。16分でも私の場合メンズはですね、絶対にドライカットはしないです。後からパラパラ毛が落ちてくるのも本人も嫌だろうし、やっぱ洗ってすっきりそのまま終わりたいっていう感じがあるので、ドライカットはしないです。ですのでカットのトータルタイム自体が16分っていうことになるので、そう考えると割と早い方ではないかなというふうに思います。アシスタントに接客の部分を引き継ぎまして、シャンプーをお願いしているところです。仕上がりはこんな感じです。1球分けからのチェンジなので少しまだ短いですけれども、もう少し上が乗っかってくるといい感じのツーブロックになるんじゃないかなと思います。この動画良いと思ったらグッドマーク、そしてチャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。さようなら。